そう、おかしいな、おかしいな。でもいたんだって。そう、3、4人いたわそう、でもさ、最初さ、大西もさ、あの普通に他のさ方とかともお話ししてるからさ、なんか急になんか久しぶりみたいな、ファンの人が、でその方この間もなんかお話し会とか多分来てくれてた方で、え久しぶりみたいな、嘘みたいな、えせやったっけみたいな、らもーちゃんが AKB 入るって言ったからもう9年だから9年ぶりだねみたいなあそうだねみたいなそう、元気してるん、あとか言ってあれから彼女とかできたとか言っていやできてないんだ、じゃあより戻すブチって終わんの時間足りんくてそう、それが今日 3,4 人ぐらいそういうくだりができたわさあ結果私たちはよりを戻せたのでしょうか、戻せなかったのでしょうかそう、おもろかったそんな感じでございました。明日への来てて、明日続編あるかしらねそう、明日もお話し会だからね、元彼です。明日はどれだけの元彼が来るかしらおもろいわ。そう、楽しかった。そっか、明日もだねって。そうなの、明日もなの。お話し会ほんと焦って話すことを忘れるやった。ほんとに、なんで焦んなくていいよ。明日増えるかもって。明日はね、元カノが増えるよ。今日元カレが来た日、明日は元カノが来る日です明日はたくさんの元カノが来るんだろうな。お西の可愛い子猫ちゃんたちそうそう元そう、明日はね、明日はもしかしたら、まあ、元カノも来るのかなってそういやでも今日も本当いろんなお話できて楽しかったわ。もーちゃん女の子にもモテるでしょって。モテるかな、モテてる。おにし好き好き、知ってる、好きって知ってる。ありがとう。ちょっと。ずっとさ、大阪ラバー聞いててさ、ずっと頭から離れへん。リリ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 リ。
女子にも男子にもモテるから恋人は心配しちゃうねって。あら、心配してる？恋人だって、恋人だって、心配だよ。あ、ちょっと、あ、心配だわ。あ、ちょっとみんな言ってるわ。ちょっと、内緒って言ったやろ。あれ？みんなってそう、ちょ茶番しようと思ったらみんなって言うてもたわ。ミスった、血が滑っちゃった。信じてたのに。あ、え？うん、生劇場にも西打ちは多かったなってね、嬉しかった。そう、ピンクと緑のサイリウムとかうちわとかもたくさんあって、そう、嬉しかった。恋人が多すぎるって、そんなことないよ、あなただけだよ。ふん、テレテテテンテレテテテンテレテテテンテレテテテテレレレレン。意外とサイリウムとか見てくれてるんだねって。あ、でもうちわとサイリウムが一番わかりやすい。でも大西のね、あの推しサイリウムはね、何人か一緒だからね、あれなんだけど、そう、サイリウムはね目印ですよ。ほんとうちわもそうだけど、大西はね、ピンクと緑を自分の推しサイリウムって言ってるんですけど、ピンクと緑のあとズンちゃんも一緒なんですよ。ズンちゃんも一緒で、ハルちゃんやったかな、もう一人誰やったっけ、誰かも一緒だったんですよね。そう、そうだから何人かいるから、大きいコンサートだと自分のファンの方かなって思ったら、あ、違うみたいな時もあるけど。そうそうそう、そう、でもこう被ってる、推し祭が被ってない時はすごく分かりやすいかもね。遠くのサイリウムも見えるって、見えるよ。サイリウムはね本当に分かりやすい。結構ね、大きい会場だったりとかするとさ、やっぱりこっちにさ光が当たってるからさ、ファンの皆様側がこう暗いことが多いのよ。で、そう、こう遠かったらお顔がこう見えないみたいな会場もあるけど、でも推しサイが光ってるのは本当どこでも見れるので、うん、そう、あれは本当にすごく見つけやすい。お、ママだ、やっほー。そう、うん、そう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 、だからかぶってるメンバー把握しとかないとって。そう、だからその多分3人なのよ、緑とピンクは大西含め。そう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 、うん、かな。そう、かぶりたくはないなとは思ったんだけどさ、
まあ昔からこう言ってきてたから、まあええかーと思って。日本、せめて日本語やもんね。なんか3本とかやったらまた分かりやすいかなと思うけど、3本持つのも大変やろうなと思って、ってなると最大で2本かなみたいな。たまにすっごい人いるよね、全ての指の間に挟んでる方いらっしゃる、ね、サイリウム指つりそう。神業。公演の MC 中ファンと目を合わせてアクション起こしてるの見ていいなと思ったって本当？昨日めちゃ注意された。お世話大西。じゃあ大西さ、多分癖っていうか、こうなんだろう、 MC 中とかに手とか振っちゃうのよ。昨日2回ぐらい聞いてるって言われた。 MC 中にひななとまなみさんやったかな、聞いてるって言われた。あーごめんなさいってびっくりしちゃった。そう、え聞いてんのよ。聞いてるわ、めちゃめちゃ聞いてる。そう、でも今まで注意されたことが多分あんまなかったのよ。話聞いてるって。そう、それでだからあすごい新鮮って思った。そう、そうなの。新鮮、そう新鮮だった。なんかそこで今まで多分9年やっててあんまそこをなんだろうってなったことなかったから。 MC 中は基本話してる人のこと見るかなって。うん、まあもちろんなんかまあうん、そういう方は大西のこと無視しといて。そう、大西はねそう見ちゃうんだよな。大丈夫、MC もバッチリ聞いてるから。そう、でもそれ見ていいなと思ってくれたなら嬉しい、ありがとう。手振ってくれるの嬉しい。本当 MC 中しかさ、しっかりなんだろう、まあパフォーマンス中もさ別に見れるけどさ、落ち着いて見れないじゃん。そう、せっかくね劇場とか親しみのある場所、まあまあコンサートでもやっちゃうんだけど。そう、まあきっと賛否両論かもしれない、今のコメント欄を見ていたら。勉強になりますよ、ありがとうございます。そう、ほんとあれだよね、今のこの話じゃないけどさ、ほんとあれだよね、人間ってすごいよね。そう、今日そのこと考えてたんだ。人間って面白いよねと思って。人それぞれさ脳みそがあってさ、でその一人一人さ全く一緒の思考回路の人っていないわけじゃない。そう、なんか今日それ考えてたの。すごいなと思って。そう、まあなんかさ、それこそなんかいろんな一個のことをこう発することによってさ、いろんな意見がそれについてあるじゃない、人それぞれね。まあなんとなく似た感じのさ意見がこうある時もさあるけどさ、そう全く違うものも降ってくる時があるじゃない、その発したことに対して。
そうだから人間ってすごいなって思ってた。岡田先生も似たようなこと言ってた気がする。本当？じゃあ大西は奈々さんと同じ思考回路ですか。やったね。そう、あ、お風呂が沸いたよ。そう、壮大なテーマやなって、なんかそう面白いなと思って、いろんな視点とかもあったりするから、ね、そうだからね、すごいね勉強になるんだよな。違う意見に間違いと決めず聞いて、なるほどなって思えるのがいいと思うのって、あ、本当？嬉しい。うん、すごい、いろんな、本当人類ってすごいわ。人それぞれの正義があるって、そうなのよ、本当にそうなの。バイキンマンだってさ、別にさ悪くなくない？バイキンマンはバイキンマンでさ、きっとさあるじゃない、いろんな事情が生まれ育ち、そして周りの環境、そうそう、なんかアニメ、子供向け用のさ、お子様向け用のアニメだからさ、まあ、分かりやすく悪と正義でさ分かれてるけれどもさ、ちゃんとヴィランはヴィランでさ、ヴィランなりのさ、悪いことしてやろうっていう、なんて言ったらいいの、それにもいろいろ理由があるわけじゃない。まあ難しいよね。でも人を傷つける正義はダメよねって、そこも難しいよね。それはまあダメだけどさ、でもさ、アンパンマンだってアンパンチするじゃん。まあ現実とかで言ったら絶対ダメだよ、でダメだけどアンパンチもするじゃない、アンパンマンだって。そう、それはじゃあどうなるのってなるよね。そう、難しいよね。なんでこんな話になったんだっけ。だからルールがあるなんて、確かにルールは大事。ルールは大事だけどさ、でもよくわかんないルールもあるよね。ね。ねえ。立場によって見方が変わるって、そうなのよ。学校のルールとかでもそうじゃん。なんか生徒側からしたらさ、それって別に関係なくないみたいなやつもあるけどさ、先生側からしたらさ、こうこうこういう事情があるからこういうルールがあるんだよっていうのもあるじゃない。まあそれを含めてもなんかよくわかんないルールもあるけどね。うん、私別にでもそんながっつりギッチギチの拘束はなかったのよね。それこそね、あのなんかこうね、産毛をこうね整えたりなんか しちゃダメみたいな、そういうのはなかったんけど、あ、でも髪染めんのはダメだったかもね。うん、まあ、別に大西は何だろう、それで困ったことはなかったから全然あれやってんけど、
あと、あ、でも携帯持ってっちゃダメとか。あ、でも昔はだってねえ、まあ、今もあるとこはあるかもしれないけどね、髪の毛なんかくくっちゃダメみたいなのもあるんでしょ。あ、ね、スカートの丈の長、あ、確かにスカートの丈の長さは大西も厳しかった。大西たちはね、長くて怒られてたの。そう、多分みんなと逆なんだよね。そう、長くしすぎて怒られてたの。戻しなさいって。そうなのよ。時代を感じるって。もしまだ25やで、言うて若いよ。違うのよ、大西の高校がね、そっちの方がおしゃれだったのよね。なんかそう、長くてもダメなんだねって。そう、長くてもダメなの。でも短くてもダメ。そう、どっちもダメだ。そう、靴下の色も指定だったよって。それは大変ね、靴下の。あ、いや、あ、でもなかったわ別に。でもなんか暗黙の了解みたいなんない？1年は白みたいな、3年は紺色でいいみたいな。なかった、そういうの。そう、くるぶしソックスダメとかあったって。あ、もしなかったわ。懐かしい高校の話。高校中学、でもそんな感じかも。大西はそんなあんまなかったかも。がっつりルールに縛られてるみたいな。まあそれなりのルールは普通にあったけどね。別に緩くはなかったけど、でもギチギチでもなかったな。そう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 。通り過ぎる先輩の人数分挨拶しなきゃダメだったって。いっぺんじゃダメなんだ。こう団体で歩いてきてたら、5人で歩いてきてたら、お疲れ様です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 ってこと。それはそれで大変ね。まあ大変だね。早口の練習になるね。そうか、そうか。あ、腕まくりできないです。腕まくったかの？でもそんな無理やわ。腕まくったかんのは大西は絶対に無理。絶対に無理。腕まくりだけは無理。まくりたいのねって。まくりたい。こう夏とかになってもなんかその腕まくってるスタイルが好きなの。おいしい。そう、なんか長袖っていう安心感
とマクって涼しくいけるよっていう、あ、なんかわかる？この両立できる感じ。半袖はちょっとスカスカしすぎてんのよね、なんか制服の。別に夏服、その私服とかではまた違うねんけど、その学生服ってなるとなんかそれが落ち着くのよ。だからこう完全にさ、なんか夏服と冬服はい入れ替わりますみたいな時あるやん。ほんまそれまでにもなんか夏服で登校してよかったはよかったんやけど、完全移行っていうかなんかっていう時まではなんか私はしひんかった記憶。あと単純に制服で袖まくってんの可愛いからまくりたかった。衣装でもももちゃんまくってる時あるよねって。そうあれはね癖なの単純に衣装でもこうやってまくってる時ある。そうそうなんだよね、なんかそれは癖なんだよね。そうしいね、一回学生に戻りたいってすごい思う。まあ戻ったら戻ったで大変なんやろうけどさ。戻って何したいのって。確かに何がしたいんだろうね。でもまあ、朝早いのは嫌だけど、なんか決められた時間に起きて、週休2日でしょ学生って大体土日休めるでしょ、まずそれがいいじゃない。でだって4時ぐらいには終わるでしょ学校って。それはいいじゃない。夕方の前に終わるっていうのは本当に素晴らしい。うん、あの部活はしない、あの帰る時間遅くなっちゃうからしないけどそう、それはねええわ。お金ないよって。確かに。それでもまあバイトすればいい。そうそうそう、大西は帰宅部でバイトしてた人間だったので、そうバイト楽しかったんですよ大西。そう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 、バイトはするのねって。バイトはね好きでした。そう焼肉屋があって、そう焼肉とお寿司やってたけど、お寿司はちょっと一瞬でちょっとやめちゃったんだけどそう、そう焼肉バイトしてた。テストは確かにテストは嫌やな。でも私あんまテスト勉強したことないのよねあん時だけ真剣に勉強したの、受験の時だけ、高校受験。私大学もさ行ってないからさ、そうもう高校2年生の時には AKB 入ってて、で大学ね、あの行こうと思っててんけどさ、でもアイドル今しかできひんしなと思って、そうアイドルの方選んだんですけど、そう本当だから高校受験の時だけあんな必死に勉強してたの。
まあ必死ってほどでもないねんけどでもそんな勉強はしてなんか、なんか人生でそんな勉強した記憶ないのよねあんまりうん、あんま高校受験もそんなあれだけ勉強した記憶ある。数学の証明だけ、それだけめっちゃ頑張った記憶はあるあとなんか勉強した記憶ない。そうそう、頭いいんですかって、うん、勉強してこなかったから悪いよ。だからね、あの勉強できる人好きなんです。頭いい人好き、すごい、うん、そう勉強できないのよ大西。だからさ、後輩 AKB のさ、後輩の子ってなるとさ、みんな年下でさ、学生の子たちも多いじゃない。なんかすごいなって思う。今勉強できるんだろうなって、現役かって思うの。ほんとすごい。うん、勉強なんて何の役に立つって生徒が言いそうな言葉やな。勉強がしたくない勉強は大事よ。してこなかったから言うけど、勉強は大事だと思う。本当に何の役に立つんって思うやん。正直そんなさ使うことないよあの特に大西は会社の方とかなったらさ、そのね、もしかしたらそのなんかねあるかもしれない。まあそのつく職によってさもちろん違うと思うけど、お店は全く使わないの今。学校で学んだ勉強を何も披露というか使う場がないんだけれどもそうね。いやでも単純に勉強できたらかっこいいようん、うん、だってすっごい大西憧れるのがさ、こうなんか別にさ仕事場職場とかでさ出会う人ってさ、その人とさ学校が一緒やったわけでもないしさ、生い立ちとかは何も ほぼほぼ知らないわけじゃない。そんな中で明智光秀ってどうたらこうたらどうたらこうたらどうたらこうたらだった人なんだよみたいな急に言われたら、この人はすごい人だってならへん大西はすごい、この人は真面目に勉強してちゃんとその知識がまだ頭の中に入ってそれを生かしている人だって、すごいのに。そうとか急に英語ペラペラ喋ったりとか、何言ってるのが聞き取れる英語みたいな、すごいってなる。三国志とか覚えてるって。だからそう去年の三国無双、去年やったっけあれ、そう去年の三国無双とかもさ、もう周りから聞く情報が新鮮すぎてさ、本当に最初絶対わからんかったの内容。義語職みたいな二軍がどうで、五軍がなんちゃらでみたいな、もう全然理解できひんくて、でほんまに共演者の方にいっぱいその歴史とかを教えてもらったりとかして、ちょっとずつこう台本を理解しながらみたいなっていうこともあったよ。だからみんな大好きになったの大西、その座組の人みんな頭いいからもう
すごいの歴史について、なんでそんな知ってるんですかみたいな。男性も女性もみんな、ごめんみんなからは聞いてないんだけど、特に5軍で同じチームだった方々に本当にお世話になったんだけど、そうな、もうなんか忘れたけどさ、あ、なんだっけあの情報、もうそれも忘れちゃったわ。なんか千円札か五千円札か、五千円札の人か一万円札の人は実はなんちゃらかんちゃらみたいな聞いて、みたいななったよな、なんて言ってたかな忘れたけど、そう、それ全然歴史関係ない話やってんけど、でもそれも予備知識として教えてくれて、なったかな、そう。誰々ってなんちゃらした人なんだよみたいなヒント少なすぎるって、なんだかな、姫ちゃんがそれ教えてくれてすっごいびっくりしたの、ちょっと忘れちゃったけど、そう、でもすごいなって思った。そう、ほんとすごいよ。なんか鬼しもなんかこう自分でこう知識をこう喋れるようになりたい。野口英世さんは何をしたんだろう。ちなみに病気を治した方か、治したっていうか研究した方か、それじゃなかったっけ、なんて言ってたかな、もし忘れてんけど、うん、もうじゃあ昔雑学コーナーやってなかったって。そう、雑学はね好きなのよ大西。最近全然もう見てないけど、なんだかな、そう、でも雑学、昔から雑学が好きで、それこそなんかなんていうの、ジブリの雑学とかさ、なんか都市伝説みたいな、なんかそういうの好きなんですよね。ちょっと最近はそういうの全然手つけてないから全然覚えてないんですけど、そう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 、影がないとかって、そう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 、そういうなんかまあまあまあまたちょっと違うねんけど、そういうのとかも好きだったんですよね。だからなぎちゃんの話聞いてるのとかもすっごい面白いのよ。それはまあ心霊系っていうか、なんか不思議な話、なぎちゃんの好きなジャンルのお話とかをたまに聞いたりするんだけど、そう、それはなんだろう、なんていうの、UFO とかさ、そういう系のさお話を聞くの好きなんだよね。 UFO 好きなの、そういう番組、そう、そう、ホラーは苦手なんですけど、そういうのはめっちゃ好き。UFO 映像とかあるやん、未確認、あ、そうそう、未確認物体みたいな、そう、今地上波でそういう番組減ったねってね、昔さめっちゃあったのにさ、最近あんまりないよね、ちょっと悲しい。そう、座敷わらしで有名な宿に本当に泊まってたって、ねえ、おし、マジでめっちゃ行きたいの。でも予約がすごいんでしょ、座敷わらしちゃんがね出るっていうさ、お宿があるじゃない、なんか日本にいくつか3つぐらいあるんだっけ、なんか1個じゃないのやんな、あれって昔からあれ泊まってみたいと思ってんねんけどさ、
なぎちゃんとかと行きたい。テレ東さーんテレ東さん、テレ東さんの出番だ。ちょっと波動で旅行行けないのはちょっともうあの分かっ、あの我慢するから、テレ東さーんテレ東さん、ひろゆこさーん、大西となぎちゃんを座敷わらしのもとへ連れてってくださいちょっとみんな、みんなこれを拡散してテレ東さんへ伝えてもういい、もう波動が出れないっていうのは昨日のあのね、あれ劇場でそう分かったから、納得したからテレ東様様、何とぞ何とぞ何とぞ。怖いのかな、怖いのかな、怖いのかな。やっぱ怖いかもしれないわ、なんかよく考えたら。でもずっと行ってみたいの、本当に昔からずっと行ってみたいって言ってた。行ってみたいな。ラップをしても大丈夫、一人じゃない時ならいいよなんかでもさ、実家とかってさ、なんかそういう音するじゃんしないえ、でもあれはさ、家がただきしんでんのかさ、その心霊現象的なやつかって分からへんやよ。建物のなんか歪みのせいでピキって、まあそれも怖いけどさなんかよう分からんやん。全部が全部さ、そのさ心霊現象的なものじゃないじゃない、だって。でも実家ってするよね、なんかピキピキピキみたいな実家ってするくない、なんかな、そうなのよ。または小動物の仕業って、そう、大西がいっちゃん一番最初に住んでたあのお家、めっちゃでかかったお家やってんけど、昔ね。でもめっちゃ古かったお家でもあって、壁と壁の隙間にイタチがいて、壁トントンってやったらシャ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 ってそう、そうシャ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 、今いた。でも壁の中やから見えへんのよ。そう、田舎ではあるあるかもね。でも実際は見てないのよ、イタチの姿はね。壁の中にいただけだったから。そう、そう、うちは昔タヌキ出てきたことあるって。大西んちアヒル出てきたことあんでアヒルの親子びっくりした。今でも忘れられへんあの光景。大西新次のね、昔でっかい庭だったんですよ。まあ、畑を大きい鶏アヒルとあのちっちゃいの4匹が5匹ぐらいタタタタって一列になって走ってったの。びっくり、本当に忘れられない。本当にあれ何だったんだろう、本当にすごいよね。どっから来たんやろ、カモとかではなくって、いやアヒルなの。アフラック、あれアヒルやな、だってそう、そうなの。だからびっくりしたの。でもほんまにちっちゃい時、
あ、何歳頃の話になる忘れたけど、ヘビがいるのは当たり前って、いや大西はねあんま見たことなかったんけど近所でヘビ。でもなんかママとパパが付き合ってた時になんか近所を2人で散歩してたんやって。なら隣にでっかい池があって、池からなんかが、な、なに、土手の方か、土手から池の方か忘れたけど、蛇がいっぱいうわーっていたんやって産んだらパパがうわーってなって、でママが一番ね蛇が苦手なの、もうこの世の中で一番蛇がママ苦手なのね。産んだらパパがその蛇を飛び越えてパーンって、でママの名前呼んで、ほら早くこっち来いって言って、でママ動かれへんとか言ってっていう話をね何百回も聞いたママからそう何百回も聞いたから、多分ママもね根に持つタイプなんですよそうそうなのっていう話を昔聞いた。おもろいよね。一回ヘビ見たことあるような気するけどな、その辺で。そう。いっぱいいたらビビるよねって。いやでもさすごいよね、ヘビいっぱい。あ、キツネはよく見るって。なんかさ、私さ、キツネってさ、なんか幻やと思ってたのね。なんか、いやほんまになんかしっかり実在するよねキツネって。なぎちゃんがツイッターにさあげててさ、なんか家の前にキツネいるみたいなツイッターだいぶ前にあげてて、こんなところにいんねんやみたいな。めっちゃ可愛くない？でもキツネってペットとしては飼えないの？あ、やっぱダメなんだ。あ、やっぱ飼えないんだ。あ、そっか。ね、キツネがペットって言ってる人見たことないもんね。触っちゃダメなんだ。キツネ、キツネがお家におったらやばいよね。うん。すごくない？絶対かわいいやん。タヌキ、いやタヌキも絶対かわいいよ。キツネとタヌキなんかめっちゃ可愛いやん。だってそう、ねえ、キツネもタヌキも可愛い。ねえ飼いたいよねペット。30分に終わろうと思ってたのにめっちゃ過ぎてるわ。終わるわじゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ1位じゅんぺいさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がレックス、台湾アット、あ、なんて書いてあるんだ、今日もももちゃんが大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が、リサアットマーク台湾ユーナン推し、ももちゃんも同じぐらい好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がよっちゃん&ユーももち大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がコバアットマーク大西尾さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が脅威アットマーク大阪楽しんでさん、ありがとうございます。イエイ。
そして10位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がボスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がもゆアットマーク大西沼さん、ありがとうございました、イエイ、ありがとう。そして1位と2位の方かしら、タワー、ありがとう。あ、うん、なんだなんだ、あ、1位と、あ、2位の方のフルネームも書いてくださってるみゆさん、ありがとう。じゃあちょっと読ませていただきますね。じゃあごめんね、2位の方は全然違うこと言ってたね、申し訳ね、いきますよ。じゃあまず1位の方から、順平さん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 、タワーありがとうございます、ありがとう、イエイ、ありがとうございます、イエイ、ありがとう、ありがとうございます。そして続きまして、レックスアットマーク台湾アットマーク、今日私は23歳になりましたさん、レックスさん、レックスさん、レックスさん、タワーありがとうございます、ありがとう。そしてお誕生日おめでとうございます、イエーイ、ハッピーバースデー、おめでとう、ありがとうございます。はい、そして皆様も本当にありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、バイバーイ。